じゃあ安西さん、はい、今日はカサゴということで、カサゴ釣ったことあります？私大好きですよね、魚好きなんで。はい、はい、いいですね。じゃあじゃあ基本の狙い分かります？基本の狙い、もう上から落ちてくるものが好物って私は覚えてるんですけど。はい、それありますね。はい、まあ、落ちてくるものに、まあ、自分のカサゴに対してはやっぱり家、海の中で家あるわけです、うん、その家がネイなんですよ。だから、まあ、例えばフォール中、基本的にはリフテンフォールの釣りは誘っていくっていう。ボンボン、そうそうそう。でそれにこうネイに恋しながらやる。でネイに例えば仕掛けがネイにぶつかって分かって、こうそこはできるだけ集中して、こうネイの中にこう多分隠れてると思うんですよ、うん、でそれでルアーが、まあ、鼻先にこう落ちてくるときにはポンと飛び出してくると思うんですよ。あんまり完全に上寄りにもある程度、まあ、ボトム付近に60センチぐらいこういう感じで攻めて、まあね、なるべく大きな光はあまり良くないんで、こいつらはわざわざ追っかけていく魚ではないんですよ。目の前に来たら出てくる、来たら出てくるっていう感じで、だからなるべくこまめにルアー移動しながら狙っていく魚ですね。うん、根があったらじゃあちょっとゆっくりめにそこを狙う。そうそうそう、ルアーが根、あ、なんか引っかかったっていうの分かると思うんですよね、うん、それが引っかかったらそこで一生懸命シェイクというか、まあ、軽く持ち上げたり沈めたりするとその根の中からポンと飛び出してくる。で早く根に戻りたいからコンと当たりきった時にすぐガーッと合わせてガーッと巻き上げた方が、まあ、理想だと思う。でそう、あんまりこうあ、なんか当たるとあれ知らない間でまた根に入っちゃってもう仕掛けと魚はバイバイということになっちゃうんだよね。それだけは自己注意して、もうゴンって来たらポンと忘れるって。まあまあまあ一匹目はそんなうまくいくと思わないんですけど、まあそれで頑張りながら やってみましょう。カサゴが好きな動きとかっていうのは、そうですね、まあこうやっぱり、まあさっき言った通りで、まあこう落ちてくるもの、あとはこう細かくにこう、まあし、まあ、死にかけっていうのは変なんです。ピクピクしてピクピクしてる死にかけの端末魔の動き、まあ、そうですね、失礼なんですけど、まあこういう弱ってるようなこう、まあハゼとかエビとかこう捕食しやすいから、なるべくそれに意識してルールの動きつけたい。だからもう本当チマ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 って細かいにシェイキングしたり、あと本当細かくにこう持ち上げたり沈んだり、もうすごいちっちゃめの動きの方がいいと思います。じゃああんまり早く動くのはカサゴっていうのは食ってこないんですか？だい、まあ、バリバリ稼いあるというそういう場合もあるんですけど、基本的にはこう今スリ公園なんで結構散々プレッシャーが高い場所だと思います。だからできるだけにこうこまめに場所にチェックして、根の周りに行ったらもうワンポイントでシェイクするとか、それでまあ10秒ぐらいやって、それで当たり出なかったら、まあ、次の根は探しに行くみたいな感じでやれば、食べさせてあげに行く感じですね。そういうことですね、はい、そういう感じで、はい、まあ、一応本当簡単な説明なんだけど頑張りましょう、はい、ね、よろしくお願いします。お願いします。